はい、皆さんこんにちは、渡りぐるビジです。では今回は信長の野望を確信バーブキット明智光秀プレイ続きを行っていきたいと思います。前回は本能寺の変を起こしてですね、信長を葬り去った。その後姫路城で秀吉と戦って、まあ、実質これを討ち取ったというところまでプレイをしました。で、今回その続きになります。まず姫路城にはですね、2万6000からなる光秀本体が入っています。一方秀吉亡き後の羽柴軍なんですけども、鳥取城にその後継者として秀長が入っていて、その数1万1000です。で、信長亡き後の織田家なんですけども、安土城を拠点になお兵7万以上を持っているという状態ですね。で、今回その続きとして、攻略どこを行っていこうかというところなんですけども、まずですね、二条御所、京都の守りはですね、その東側、マップ上画面上でいう右側にですね、今矢倉を建てています。鉄砲矢倉ですね、これを建てて東からあるいは南から攻めてくる織田軍、これを撃退する要塞化を進めています。少し危ないのがこちらの矢上城ですね。兵も今全く入ってなくて、周辺を守る防御施設もないという状態なので、この矢上城に関してはね、少しピンチかなと思っています。で、姫路城も周り周辺何もないので、これからしっかりと内政を行ってですね、守りに固く、そして兵糧、お金が取りやすい、そういうね、大きな城下町を築いていければいいかなというふうに思っています。肝心の2万6000の兵なんですけども、実は今士気が61、そして画面の上になりますがお金が300、兵糧が2万8000、これだとちょっと戦いを続けるのは難しいので、羽柴軍、秀吉亡き後の羽柴軍にとどめを刺したいところなんですが、今回は一度戦争をね、終わらせておきたいと思います。そうと決めたらまずですね、人材なんですけども、処刑していきましょう。前回捕らえた武将たち全員処刑していきます。まあ大きいところで言えば加藤義明、石田三成、大谷義継、豊田勘兵衛、黒田官兵衛というね、そうそうたるメンバーいますけども、これもう全員処刑します。で、その上でですね、姫路城にいる2万6000の軍を矢上城と二条城に戻していきたいと思います。光秀も京都二条御所に戻って、ここからね、内政の指揮を取っていきたいと思います。まずは、最初に、姫路城の、ね、修復を行っていきましょう。まあ、半分ぐらいかな。お金がないので、半分ぐらい、修復を行います。あと、人材集めをね、この後しっかり行っていきましょう。人材、土曜。まずは、浪人をね、かき集めていきます。あとは、探索も行ってですね、登用できる武将がいれば積極的に登用していきます。お金も兵糧も戦争をするには必要になってくるんですけども、両方とも不足しているので内政の充実もね、行っておきたいというところで、羽柴より同盟の者、まあ、会うだけ会いましょう。秀長自ら来たのか、いやこれはびっくりだな。秀吉を討ち取ったのに同盟を結んでくれと言ってくるのか、驚きですけどね。これとりあえず同盟を結んでおいてもいいかな。そしたら姫路城兵を置いておく必要がなくなるので、織田軍との戦いに集中できますよね。ここはとりあえずそうだな、前田刑事を人質、まあ人質にもならないと思うんですけど、あとは塩かなんかもらっときますか。塩をもらっておきましょう。これで一気に戦いが楽になるな。
攻略目標、お金とね、兵糧貯めたら、鳥取城で、羽柴軍を完全に叩き潰そうと思ってたんですけども、これ、戦略変えることできますね。石山城の攻略に変えられそうだ。石山城を取ると、畿内一帯が我々のものになるので、安定的にね、内政を行うことができるという大きな利点が生まれるので、これすごく助かりますね。では、内政を行っておきます。とりあえず今、米が欲しいので、米を作る。農村を建てておきましょう。あとは、先ほどもお話した通り、登用ですね。ひたすら登用していきます。武将の数、かなり重要ですからね。あと、特にこの信長の野望の革新の場合だと、ゲーム開始でいかに早く領土を拡大するかというのが、その後のね、攻略の難易度を大きく左右する要素になっているので、積極的に戦争もしていきたいと思います。まあ、今はその戦争するために必要となるお金と兵糧ですね。これをひたすら貯めているという状態です。では、時間を進めていきます。お、明智たまちゃんですね、たまちゃん。まあ、たまって実際にいたと思うんですけど、実在のたまではないたまが生まれましたね。武将にするか姫にするかですが、まあ、姫にしましょう。で、あとはですね、この後、できればね、畿内の黒人衆とは、まあ、仲間にしておきたい、味方になってもらいたいというところですね。天海が、家臣になる。大きいな。まあ、天海がいると、どうなんだろう、政治面では、ほぼ任せておける、そういう存在になるんじゃないかなというね、期待感ありますよね。畿内の黒人衆、さすがよ、天海。天海がいると、交渉ごともうまくまとまるというものですね。武田家は北条家によって滅ぼされました。まあ、これ信長がね、実際には滅ぼしたものですけどね。さあ、これ、お茶。339渡してでも、畿内の黒人衆は味方に引き入れておきましょう。いるのいないのでは大きな違いありますからね。あとは同盟も結べるところがないか、天海がいることによって、変わることがないかという確認をしていきましょう。お、姉小路と同盟結ぶ。そのメリットあまりないので、他にいないかだな。ん?勝家と同盟が結べるのか。勝家との同盟は悪くないな。勝家と同盟を結べるっていうこの状況はどういう状況なんだろう。北条と徳川が先頭になってますね。これうまくすれば、織田と柴田が合戦に発展してくれる可能性があるので、ここちょっと同盟結びましょう、勝家と。織田家筆頭家老、勝家が織田から離反したと。まあ、そういう状況にもなりそうですね。これは本当に実に大きいですね。次、兵糧が入ってくる時期を見て、大阪、石山城を取りに行きましょうか。さあ、勝家との交渉ですね。光秀自ら出向いて、まあ、おそらく生まれた、成人した玉ちゃんをよこせと言われるとは思うんで、言われましたね。玉ちゃんを差し出して、同盟を結んじゃいましょう。はい。まずですね、人材の登用を積極的に進めて、本能寺の変直後はですね、まあ、明智家、現役の武将数13というとこだったんですけども、これを29まで増やしました。まあ、だいぶ頑張って増やしたなというところですね。で、さらに先ほどご覧いただいた通り、お、畿内の黒人衆、これとは協定を結びました。さらに、
織田家の筆頭家老だった柴田勝家とも同盟を結んだので、こっからですね、織田家打倒を進めていきたいと思います。もう秀吉亡き後の羽柴家に関してはね、もう敵ではないところまで落ちましたので、今回まず石山城の攻略を行い、弓木城を取って、畿内から一帯をですね、明智の色に塗り替えていこうということを考えています。では早速石山城に向けて出陣していきましょう。軍を起こします。光秀、これ本体として出陣しましょう。で、あと天海が実はですね、混乱とか持ってるので、同士討ちまで覚えてもらえればね、すごく強い戦力になるかなというふうに期待を持っているので、これ1万4000で従軍させます。一気にね。行くぞ。踏み潰していきましょう。矢上城からも兵を出します。斉藤利光、これにね、兵を率いてもらって一気に出陣していきましょう。姫路城からも兵を出します。もうだいぶね、戦える武将が増えてきたなっていう感じがねしますよね。13人だと心もとなかったんですけど、今や30人近い大所帯膨れ上がってますからね、まあ、出陣してる間も建設はね進めておきましょう。特にお金と兵糧、これは喉から手が出るほど欲しいところなんで、御所の守りも固めつつ、兵糧とね、お金をね、しっかり稼いでいきましょう。石山城、まあ、本願寺があった場所だと思うんですけど、ここにはね、やっぱり銀山が2つも入ってるっていうのはね、大きいですよね。織田家が昭流寺城を建てようとしているという話だな。これは一旦光秀隊がここにそのまま居座って昭流寺城を作る、敵の築城隊をぶっ潰しましょう。石山城から一鉄が出てきましたね。いや、一鉄も強いからね。ついてついてつきまくれ。そう、砲台が早速やられるな。お味方が負傷しました。まずいな。斉藤利光一度引き上げましょう。昭流寺城を作ろうとしていた織田の築城隊を叩けただけでもよしとしますか。安土城がこれで5000に兵が減ったので、まあ、しばらくねこの辺り一体我々の方が兵が多い状態っていうのをね作り出せるかなと思います。では石山城に改めて光秀軍出陣していきましょう。兵糧が少し心配だな。で、注目したいのが織田家に細川藤孝が残ってますね。そしてこれがどうやら勝家と戦争になってますね。いや、これは逃したくないチャンスだな。であれば全軍を持って出陣しましょう。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。築城隊また来るの？どっから来るのよ。またこの築城隊か。いや、この築城隊は潰しておかなきゃいけないな。飯田隊をまた潰しに行きましょうか。うん、絆水軍がやってくれたな。で、勝利寺城は一夜城か。築城名人がいたんだよ。強い。もう一周。なかなかやるな。やるな。まだまだ。ここまでうまくいっていただけにちょっと悔しい結果ですね。大軍を失うことになるな。
で使いも難しい。退却。やられた。お味方が負傷しました。傷の水分をうまく、味方に引き入れておけなかったというのが敗因かな。協定、傷の水分。まあ難しいよな。延暦寺と畿内の黒人衆と切ってまでやる価値はないよな。八神城5000、姫路城5000、二条城の1万5000の兵がなくなっちゃったからな。ちょっとしばらくおとなしくしてるしかなさそうですね。ただ石山城の兵この方2700でしょ。これ取りたいよな。もう一回ちょっと一押ししてみましょうか。さあ浮きた。あー、これが姫路城に攻め込んできましたね。やってくれるな。しょうがない。ここは斎藤隊を出して何とか食い止めましょう。防御施設がまともにないからあとは援軍を求めるかどうかですね。姫路城の防衛に羽柴軍を動員しましょう。よし、これで秀長が援軍を出してくれるので、この援軍でなんとかね、浮田を食いとどめましょう。清正5000、これが入ってきてくれるとだいぶ楽だな。浮田直家6000、浮田忠家5000、合わせて1万の分か。姫路城ちょっとでも修復進めますか。焼け死ね水、まあそうかもしれませんが。まあ防衛はできそうですね。となればだ。再び出陣していくぞ。さっきの戦いは敗れてしまいましたが、なんとしても前進、石山本願寺を落としたい。清正の5000がいれば多分普通に倒してくれると思いますので、この数であれば。姫路城はあと鉄砲もね、8000、5000とかなり数が多いので、まあ大丈夫かなと思います。では石山城攻略戦やっていきましょう。さっきまずかったのは傷の水軍をちょっと敵に回してしまったっていうところかなと思うんですよね。行くぞ。あれがなければあるいはいい戦いになってたのかなとも思うので、今回はちょっとそのあたりうまくアレンジできたらいいかなと思います。が、いや鉄砲の数多いな敵もね。斎藤隊がもうあっという間に3000から600にまで減っちゃってるから、いやーこれ貢ぎでも難しいな。撤退だな。退却。もうちょっと軍の数整えないと勝負にならなそうですね。今そうすると5勝八神城姫路城の3つの城でうまく振る舞っていかなきゃいけないっていうね、なかなか厳しい情勢ですね。ちなみに勝家の敦賀は織田軍に取られてますね。北の将が1万の兵が入ってれば、まあしばらくは持ちこたえられるかな。安土城に1000しかいませんけど、安土城の耐久が4万なんで、ちょっと話にならないですね。そしたらちょっと新しい試み試してみたいと思います。小竜寺城に5000の兵が入ってるんですけど、これをちょっと突っついてみます。そうするとおそらく石山城から援軍が出ると思うので、その援軍が出た隙にですね、石山城に
八神城と姫路城から攻撃隊を送っていくというで、ちょっとそういう絡めての作戦を行ってみたいと思います。これがうまくいくかどうかちょっとクエスチョンですけどね。うまくハマってくれればいいかな。行くぞ。でもし昇竜寺城このまま取れるようであればいただいておくというのもありですしね。昇竜寺城を織田軍は見捨てるようですね。このまま行けば昇竜寺城が取れそうで。押し出せくれたな。で、光秀はね、混乱をこの戦いの中で覚えてくれたので、次の戦いから混乱をうまくね、発動できるかな。はい、昇竜寺城を手に入れました。まあ、結果的に手に入れた城というところですかね。本当だったら、石山城、石山本願寺、ここを取りたかったので目的は達成できていませんが、まあ、ただこの昇竜寺城を取ったことによって豪商に兵を入れておく必要がなくなったので、まあ、それはそれでね、うまく活用していければいいかなと思います。石山城に兵が増強されますね。1万4000の兵になるのか。敵部隊、なかなかしんどそうだな。ではここで勢力マップ確認しておきましょう。まず機内からですが、やっぱり織田軍ですね。兵力10万超え、そして勝家兵力3万ですね。そして我々、明智家が兵力が2万5千です。でちょっと敵になりつつある宇喜多がですね、侮れない数1万7千。秀吉滝跡の橋化け秀長が舵取りしてますが1万7千ですね。毛利ともちょっとうまく付き合っていきたいというのと、あと四国を完全に制圧した長宗我部、これも兵力7万とかなり大規模になってますね。では今回はね、ここまでに一旦させていただいて、次回以降どう立ち回っていくかというところが課題になりそうかな。本当だったら石山城を取りたかったんですけども、石山城兵ご覧のように1万5000まで増強されています。なかなか簡単に手出しができる数じゃなくなりましたね。北の弓木城も1万、安土城に関しては兵数こそ少ないですが4万という数ですね。これからちょっとしばらく我々も長い戦いになりそうなので、御所とかですね、八神城を含めて、まず天守を持った大きな城に改築を今進めています。この改築が進めば、耐久力がね、一気に増えますので、長期戦にも耐えられる。まあ、そういうね、城を作っていこうと思っています。あと、やっぱり城の防衛で必要になってくるのが、鉄砲櫓ですね。城の周りに鉄砲櫓を張り巡らせていくというのを、八神城と姫路城を行っていきたいと思います。もう今、御所がね、ご覧のように要塞化進んでいます。まあ、御所の前には昇竜寺城があるので、まあ、ある意味二段構えの城ですかね。大きい意味で言うと、まさにこれって、真田丸みたいな感じですよね。真田丸が昇竜寺城、本丸が御所みたいなね、そういう大きな、城に育ったかなと思いますので、御所はしばらく安泰と思っています。